イチロィエブリーデーブンブリデンンハロイティブえっ、ー、とですね今ですね石がですね十七ありますのでですねゴッドフェスをあのまあ三回三回回したいと思いますおっとまちやちょっとこのプレプギプギこれガチャプギこれしようと思ったんですけれどもミニメタトロンとかミニなんとか ミニばっかりなんですよ。しかもミニカーリーとかはないんですよね。せいぜい役に立ちそうなのがミニシスなので、あのやめました。あの、この今度、ゴッドフェース前半、レアがこちらをやってみたいと思います。3回ですね。3ちょうど3回回せますから、3回。で、いいの、なさそうですよね。 あんまり欲しいいのなですね無課金で何年もやっておっと金だペンペペペペペペペなんだアバンアバロンドレイクゼンドロップ全ゼンドロップを2つに変化させるっていうのは俺嫌なんですよねゼンドロップをちゃんと5色とか 回復入れで6色そういうのにしてほしいの大好きなんですけれどもこれもなんとなく気持ちは上かるんですけれどもなんかおばあさんって感じがするんですよねこの人。 回復してくるでもあの緑枠はですねあんまりいらないんですよねあれセレですねあのそのなんで群馬県も活躍もう一枠それで固定されていますんで緑あんまり必要ないんですよねさっきもあさっきも緑でした緑が一番嫌いなんですよパーンパパ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 ンパパパンパパン これもまた緑だだなアルゲ,アルアルゲディエマシーン神わ緑だ緑というのはね群馬県ラーを使ってますから群馬県だけでいいんですランダムでお邪魔虫をランダムでランダムであのプラス緑の強化を落とすんだったらいいんですけれど。 お邪魔虫落としてくれるんでですすよよ必要ないですよねお,お邪魔虫3つ揃えて何倍とかいくんですか10倍ぐらいだったらいいんですけれどもお邪魔虫を3つあげてそんなお邪魔虫ばっか出てくるってとこそんなにないですもんねこれも必要ない全部売ってモンスターポイントに変えてしまいますそれでは皆さん See you